皆さんこんにちは、フェリシティです。今回は2013年に購入したシティサイクル、いわゆるママチャリの、それに行った修理や部品交換の歴史を紹介していきます。こちらまず2020年に撮影したものですけども、道路を走行中、縁石に思い切りぶつかり、前輪がぐにゃりと曲がってしまった後の直後の様子を撮影しています。結構なスピードで歩道と車道の間にある縁石だけ飛び出てたんですけども、その部分、そこに思い切り当たったんですよね。で、2020年の状態で、この状態でも結構一応デフォルトの状態からかなりの部品交換をしてるんですけども、まあ結構な痛み方ですよね。錆も多いし。で、こちらはぶつかった直後の様子を撮影しています。まあこれは前輪を交換するしかないですね。もう錆も来てるし、ハブダイナモ付きのホイールを買うことにします。で、これ走ってる様子です。ぐにゃりぐにゃりと、なんとかこの状態で家まで戻ってきました。よく、まあ結構無理やり走ってる感じですね。これはかなり引っかかってます、ブレーキとかがね。現場に行ってみましょう。これはクロスバイクに乗り換えていたと、ここです。結構飛びましたよ。転びはしなかったですけど、雨降ってるからわざわざあっちに乗って行ったのにって感じですね。で、改めて見てもすごい状態になりましたね。新品とぶっ壊れたハブダイナモの型番は、まあこっち H70 なんですけど、新しい方は H80 なんですよね。まあ後継機みたいなもんでしょう。はい、交換して、まあ、各所のサビを落としたり、多少見られるようにしました。この時点でもちょっとスピードがそこまで出ないのは気になってたんですけども、まああくまでもクロスバイクのサブの自転車だし、このぐらいでいいかなという感じですね。本当にこの状態ではクロスバイクがあるので、雨の日とか道路が濡れてる時とか雪とか、そういうぐらいにしか乗らないような感じになってます。やっぱり新しい部品はいいですね。でも、まあこのやつでもオートライトはすごく楽なんですよね。いきなり2年後です。まあこの頃というか、もうその1年ぐらい前から前輪というかペダルの前方のチェーンリングを大型化して、もうちょっとスピードアップしたいなというのが思ってきました。あとここ、まあ9年間使ってるシティサイクルですけど、このボトムブラケットにガタが来てるのと、まあフロントのチェーンリングが小さいのでパワーが足りないということで交換したいなと思ってます。まあ、クランク買ったので先にバラしておきたいんですよね。こちらもともとついてたやつと、新たに購入した大型化したものですね。それでも 400g 軽いんですよね。まあ素材が鉄からアルミに変わったので当然なんですけども、これそのままつけたらチェーンが短すぎますね。ボトムブラケット交換するときに一番懸念してたところがここですね。このチェーンカバー外れなくてもう引きちぎりました、前回ね。で、今回いろいろ調べて試行錯誤しようとしてますね。で、このチェーンの下のところすごくハゲちゃってるんですよね、色が。もうカタカタ言ってます、ここ。
したのが効いたのが結構意外と回るようになりましたね。楽に。こちら側も。まあ、回す方向を間違ってるかもしれないって問題だったんですけど。なんとか回転するようになりました。このリング部分は結構外れるらしいんですけど、ね、この先なんですよね、問題は。で、この方法で結構楽に外れたんですよね。意外と錆とかも錆付きもなく楽に回ってくれました。これを外す専用の道具が高いので本当に買わなくて助かりました。ここも一応錆を落としてから塗ることにしました。ちょうど同じメタリックブルーのものがあるので、ある程度塗ってからこのカートンテープを貼ってカバーしようと思います。砂利とかがチェーンについた砂利とかが飛んで剥げやすいんですよね。この辺も塗りました。でボトムブラケットです。まあボトムブラケットに限らず自転車の部品全般が値上がりしてるんですけども、まあ1900円ぐらいで買いました。ここのサイズ幅ももっと本当はもっと短い方がいいらしいんですけども、同じ長さのものでそのまま使えるようにしました。古い自転車に新しい部品がついていくのはいいですよね。本当はこれ Amazon でずっと売ってた2000何百円ぐらいで売ってた 53T のものが欲しかったんですけども、なんかずっと値上がりしたまま下がらないのでこれを購入しました。なんかつけてみちゃうとそんなに大きく感じないんですよね。チェーンをつけます。クランクとチェーンリングを交換したんですけども、チェーンの長さ足りないのかなと思ったんですけど、チェーンの長さよりもこのスプロケットが多分摩耗してるんでそのギアが飛ぶんですよね。なのでスプロケットを購入したのでこちらに交換します。ブレーキを止めてるネジが全然回らなくて外すのに結構40分以上かかりました。でこちらスプロケットが付いてる部分、スプロケットを外します。この専用のリムーバーで、いやこれも結構20分以上も全然回らなくて苦労しましたけど、あの靴履いてもうスパナに足かけてなんとか回しました。はい、取れました。
新品と傷んだやつ、やっぱりこの一番小さなこの6足しか使ってないのでかけますよね。全然違うと思います。つけました。最後にちょっと締めといた方がいいですね。あんまりきつくしなくていい。まあこれでとりあえず一通り完成ということで、新しいスプロケットもつけました。ただね、この変速の調整がまだ中途半端ですね。でもこれをやりだすと夜が明けてしまうので、もうすでに3時52分なんです。このリレイラー新しいのに変えてもよかったかなと思いますね。さすがに10年経つとバネも怪しいものなので、このディレイラーだけは1000円ぐらいで、1000円以下で買えるので変えてもいいぐらいですけどね。そんなわけで前を大きなものにしてどれだけスピードが出るかは、これからのテストですね。はい、だいたいこんな感じで作業が終了しました。まあ確かにスピードも出るようになったんですけども、やっぱり重いですね。クロスバイクの倍の重さがあるんで、20キロ以上あるんで、こんな感じでスプロケットも新しいのになって、見た目は綺麗な感じになりましたけど、この辺もなんかスッキリしましたね。チェーンカバーがなくなったので。ここの前輪のフォークもね、買った当初そのメタリックプルーに塗り替えようと思ったんですけど、白でいいやと思ったんですけど、やっぱり塗り替えとけばよかったかなと今改めて思います。タイヤもいつか黒に戻したいですね。これがすり減ったら。まあ多少スピードが出るので、これに乗る楽しみも増えたかなと思います。こちらはメインのクロスバイクと並べた状態ですね。クロスバイクはあの440ミリを選んだので、かなり小ぶりです。そんなにでかい自転車に乗りたくなかったので。まあどちらの自転車でも160キロのロングライドを走りましたけど、まあどちらもまあ愛着はあります。これからもどっちも頑張ってほしいですよね。それではこんなところで失礼いたします。ありがとうございました。